どうも続きです。さあ今回ですけども、はい、急速アップしたいなら腕を思いっきり振るなという衝撃的なお話をしていきたいと思います、はい。まあ、今日のねタイトルを見てね、まあ、驚いてる人多いと思うんですよ、うん、私のところにですねよくですね、はい、急速アップするにはどうしたらいいですかとか、うん、もう球が遅すぎてめっちゃ打たれてしまいますっていうね、うん、まあ、そういうお悩みって多くいただくんですよ、はい。そして多くの人はですね急速アップするには腕を思い切り振った方がいいっていう風に思ってると思います、はい。確かに普通に考えて速いボール投げるときに腕って思い切り振りますよね、うん、軽いボール投げるときはこうやってゆっくり投げるし速いボール投げるときは腕をビュッて振るじゃないですか、うん、だから腕を思い切り振るっていう風に思ってると思うんですけれども、実際のところですねピッチングの時に腕を思い切り振ったとしてもボールって速くなりません。みんなも経験あるんじゃないですか、の試合でね速いボール投げようと思ってねめちゃくちゃ力んでガーンってやりました、うん、思ったほど速くないあるね、うん、逆にすぐ疲れちゃうとか、うんうん、なんか二頭筋痛いとか、うんね、あると思うんですよ。私も昔野球のピッチャーやってる時に、うん、その時小学生だったんで思いっきり速い球投げようと思ってねクワーって、ね、練習してた時あるんです、うん、まあ、おなじみの壁当てですね、はい、で思いっきり腕振ってやってた時になんか本能的になんかちょっと違うなと思ったんですよ、うん、なんかすぐ疲れるし、うんうんうん、なんか手肩とか痛くなりそうやし、うんうん、なんか違うなと思ってやめたところが良かったんですかね先生です、まで、あのそれ肩壊したりはしなかったんですけど、うん、でもあのまま気づかずにこうやって腕だけでねガンガンやってたらね多分故障してたと思うんです。おお、すごい。そこで気づくのがすごいね。ありがとうございますまあもちろんソフトボールのピッチャーって野球のピッチャーね上投げに比べたら負担が少ないから、うん、まあ、そんなになんか肩が痛いっていうことはないと思うんですけども、でもやっぱりそれってね怪我につながりやすいんですね、うん、ただ今回お話しする方法は肩痛めませんし急速アップはもちろんですねコントロールも良くなります。実際に私もここを意識することで急速アップっていうのはすごく実感してますし、まあ、最近行っているですね個人レッスンの生徒さんもかなり変化を遂げています、はい、まあ、確実にですねボールの、ね、質が変わるんですね、うんうんうん、なのでぜひですね今回お話しする内容を皆さんも実践していただいてボールが遅くて打たれてしまうとかですね、まあ、そういうお悩みを解決していきましょう。はい、はい、あとですね今回お話しする内容以外にもソフトボールに関する情報をたくさん発信しておりますので、まだチャンネル登録していない方はですね今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。はい、じゃあですね早速結論なんですけども、急速をアップするには腕に思いっきり力を入れて投げるのは NG ということなんです、はい、じゃあどうしたらいいのか。急速アップするために必要なことっていうのはもちろんいっぱいありますよ、はい、だけど今回特にお話ししたいのがこの後ろ足の引き付けでございます、はい、腕ではなくて後ろ足の引き付けなんですね急速アップに必要なのは、はい、はい、ここで皆さん思いましたねその話今まで何回も聞いたことあるってね続きの動画だけではなくて他の人のね動画見ても腕に力入れるんじゃなくて足の引き付けが急速アップにつながるんだというふうに聞いてますね、はい、だけど実際はどうですか。腕に力が入ります試合になったら腕に力入ってうんって投げて、あやっぱり今日も力腕に入ってんなって思ってしまったり、まあ後で動画を見直した時にねやっぱ力腕に入ってるわってねなっちゃってますよね、うん、なんでだと思います。分かっててもなかなかそのように体が動きませんね、はい、足の引き付けめちゃくちゃ頑張ってますか。やっぱり腕に頑張ってません。腕でまあ、なんでそう思うかって言いますと、最近あの個人レッスンとかでピッチングの指導をね受けに来てくれる方がいるんですけれども、見るとですねやっぱり足の引き付けが甘いんでございますね、うん、はい、できてないわけじゃないんです。ちょっと甘っちいでございますねだからそこをね指導するとやっぱね変わるんですよ。ボールの質とかめちゃくちゃ変わりますし、本人も体感的にこう下半身が使えてる、腕に力をこうグッて入れてるっていう感覚ではなくて、下半
半身からの腕の力、うん、こう下から上の力を使えてる風に変わったっていう実感があるんですね。だからみんなにも、まあ、この動画を通してそういう実感をしてほしいわけです。でも実際は個人レッスンに来た方が分かりやすいですよ。なかなか動画を通してはね見てるだけでは難しいみたいなんですけども、でも、まあ、説明しますから私全力でこの説明聞いていただいたらもう腕に力入れたくなくなりますもう心の底からあ足の引きつけやらなあかんわってね思ってもらえると思います、はい、みんなの心の中でやっぱりどうしても足の引きつけしたところで急速アップしてないって思ってません、うん、だからいつまでもやっぱり、まあ、手っ取り早いというか分かりやすく腕を思いっきり振ろうとしますよね、はい、でも本当の本当に理解できれば絶対に腕に力なんか入れたくなくなるんですね。これが私そこまで持っていこうと思ってますから今回動画でついてきてくださいよ、はい、それでですねここで見てほしいのが私この前やった中学生のレッスンがあるんです、はい、ちょっとここでですねその子の特に引きつけの足ですねに注目してもら見てもらいたいんですけれども、まあ、その時はもちろんですねいろんなあのレッスンしたんですよ。教えることはいっぱいいろいろ教えた結果、その子に今日一番何が響いたかって聞いたら後ろ足の引きつけって言ってたんですね、うんうん、今日一日どうでしたか。こつりました何をこつりました。足の引きつけ。足の引きつけ、それが一番響きましたか。最後の最後に出てきたやつですね。で実際ビフォーアクターで今から見てもらうんですけれども、見てもらうとやっぱ足の引きつけがね全然変わってます。だから球の質もすごく変わってるんですね、うん、ということなのでちょっと実際見てみてください。はい、まずこちらがレッスン前のピッチングです。中学1年生でこのピッチングですからね、練習前からEボール投げてますよね。普通に周りの中学生打てないんじゃないかなっていう感じのEボール投げてますけども、もっともっと良くなるためにいろいろアドバイスさせていただきました。ここからスローで流していきますが、特に今回注目してほしいのが後ろ足の動きです。前足が着地してからスラーッと前に来る感じ、この感じですね。横から見てみましょう。前足が着地してから後ろ足がスーッと前に来る感じですね。さらに後ろから見てみると股が閉じてきてはいるんですが、ちょっと閉じ方が甘いって感じですよね。これがですねレッスン終了後にどうなったのかというとですね、はい、レッスン終了後のピッチングがこちらでございます。全体的にフォームに力強さを感じませんか。もちろん後ろ足の動きに注目してほしいんですが、前足でしっかり止まってそこから内転筋を使ってしっかり閉じてるのが分かるんではないでしょうか。その結果腕がしっかり振れてボールの威力も増してるって感じです。もちろんなんですがこの練習の中で腕を一生懸命振ろうっていう話は一切しておりません。前足をしっかり踏ん張って内転筋に力を入れる練習した結果がこちらでございます。はい、ここからスローで見ていくと、まず最初のスタートの仕方も下半身の力を使えるスタートに変えました。もちろんここも大事です。でここからしっかり前に飛び出して前足をグッと踏み込む、その時の前足の股関節からの内転筋ですね、このあたりがまずピタッと止まることが大事です。なので内転筋の力の入れ方練習しました。そこから後ろ足の引き付け方ですね、後ろ足がかかとの方に蹴って内転筋がしっかり締まってから足が横に来る。最初は前足の止まりも弱くて前にこう歩き出す感じでしたよね。これができるようになったので腕もしっかり振れるようになりましたし、結果ボールの質がめちゃくちゃ変わりました。すごいでしょ、もう全然変わってるでしょ、うん、全然違うねまあそんぐらいやっぱりまず最初意識して足を使うことをやるっていうことをすることによって、まあ、全体的なフォームも変わってきてますし、ボールの質もすごく変わってます。じゃあ私そこで何を教えたのか今からお伝えしますね皆さんに、はい、で最初に中学生の子どんな感じの足の引きつけ方だったかっていうと、はい、こっから引きつけてくるときにこれぐらい、うんうん、これぐらい、はい、ちょっと閉じきれてないっていう感じですね、うんうん、閉じきらずになんとなくこう前に出てくる感じの足の使い方でした。た
多分そんなに足をこう意識してなかったと思います。流れのままにこう、うん、結構こういう人多いんですね、はい、じゃあ実際やったことは何かって言いますと、この足の引き付け方です、はい、足の引き付け方どうやってやるのかっていうと、一番初心者の方とかが分かりやすくイメージしやすいのはバッティングの後ろ足です、はい、もう実際バッティングは皆さんやってると思うので、こう打つ時のこの後ろ足の使い方、うんうん、これをこのまま閉じてくるような感じですね。あとはこう上投げした時のこの後ろ足の使い方、うんうん、まあ、こういう使い方ですね、イメージ、まあ、どっちが分かりやすいとかやりやすい方でイメージに近い方でやってもらったらいいんですけど、まあ、こういう風に閉じてきます。でこう閉じてきて、このあと、まあ、バッティングみたいにこう後ろ足を回してきて、こうここを閉じてきます。特にこの時にこの内転筋のこの閉じる力ですねこの力はめっちゃ使いますからね。ここをしっかり閉じてくる。まずこの練習をすごくしました、その時に、はい、ここの間にこうボール挟んでみたりとかして、うんうん、内転筋にこうどうやって力入れるかみたいなのを、ここの力の入れ方ですね、入れ方が分かんないと使えないんで、はい、入れ方の練習しました。で私この形簡単にやりましたね、うんうんうん、この形が難しいんです例えばこれをやろうとした時にお尻がこう落ちてしまってたりとか、うん、こうやろうとすると前の膝がこう動いてこうなんかぐるぐるってなっちゃったりとか、きっとなると思います。だからまずはこの足がしっかり引きつけられる、この状態をしっかり作れるっていうことをまず皆さん練習してみてください、はい、しっかり横から見たら一回しっかりグッてくる、うんうんうん、一回グッてきて、まあ、その後にこの足がこう前に来てもいいですし、うん、腰切ってねその後こう前に来るでもいいですし、その後こう、まあ、横に行ってもいいです。このまま片足立ちになってもいいですし、まあ、勢い余ってこうケンケンになっちゃってもそれは全然いいです。ダメなのは開いたまま、うんうん、ここが全然閉まってこない、閉まってるようで閉まってないとか、うん、わかるでしょ、こう流れのままにこうさーって行っちゃってる、うんうん、とかあとは後ろ行っちゃう。まあ、最初このパーンって閉まるのがための練習のためにちょっとこう後ろに行っちゃうとかはありだと思います、うんうん、うっあーってね。でも実際投げる時にまあこんな風になってくるとそれは違いますよ。ここを一回閉めてしっかりガンってからの前からの横とか、まずそこをすごく意識して、きついんですけどやった方が球速アップします、はい、なのでその練習をしていきましょう、はい、どうするのかっていうと、もう本当横向きの状態で、この足の幅なんですけれども、実際ワンステップでも投げる時のこの足の幅ありますよね。広すぎてもね閉じてこれないですし、これが狭すぎても着地した時に狭すぎても腰高になってしまいます、うんうん、狭すぎてこう突っ込みの原因になっちゃう。なのでしっかり自分の中でいい、ちょうどこう引きつけられてくるこの足の幅っていうのをしっかり、ここから個人差あると思いますのでやってください。でこっからしっかりグッ、うんうん、もうこの練習ですね。簡単やんって見えると思います、はい、しかしこれができないんですね。なかなか実際やると難しいんだ、ね、実際やるとこう来てグッっていうこの感じ、この練習をしっかりやることによって一連の流れにした時にしっかりこうパチーンってこう止まるっていうところからさーって投げれるようになります。すると下半身が安定するんでコントロールも良くなります。なのでぜひ皆さん練習してみてください。はい、はい、比べてみるとよくわかりますね。最初の体重の乗せ方が全然違いますし、そこから飛び出して前足の踏ん張りからの足の引きつけも全然違います。すごく良くなりました。はい、横から見てみましょう。ビフォーの方はスタートのスタンスも広くて飛び出しにくい感じになっていましたが、アフターでは少し狭めて体重を股関節に乗せれるように変えました。このトップの形も比べてみるとすごくよくわかりますが、ビフォーは
前足の内転筋に力が入ってないので、すでに前に突っ込みそうな雰囲気が出てますよね。ですがアフターはしっかり胸が張れて、前足の内転筋に力が入っている感じがあります。実際にビフォーは上体が前に突っ込んでしまっていますが、アフターは我慢できています。素晴らしいですね。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。